はい、お疲れ様です。今回はですね、また僕のマシュマロの方に質問が来てたので、そちらに回答していく動画になっております。で、今回の質問はですね、こんな感じですね。武さん、いつも動画参考にしております。タンクの軽減の件で質問があります。敵の全体攻撃が2回来る場合、1回目のギリギリに全体軽減をするのですが、洗濯物が終わりましたね。2回目の敵詠唱が終わってすぐに全体軽減が切れて全体攻撃を受けるの場合、軽減の効果は乗っているのでしょうか。もう一つ質問です。天国4層などのタンクスイッチをするとき、 ST 目線の軽減の仕方なのですが、小バフ、短バフ、シェルトロンやコロンダムなどを使用する際、タンク強攻撃の詠唱中ギリギリに、バフを使用しても、自分がダメージを受けるときには 30% の効果が切れ、15% 軽減になっていることがあります。詠唱中に軽減を使用したのであれば 30% 軽減されているのでしょうか。それとも ST が受ける直前に、バフを使用した方がよろしいのでしょうか。文面が長くなり申し訳ございません。はい、という感じで今回はですね、この質問に答えていく動画になっております。参考になりましたらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。はい、っていう感じで回答していくんですけど、まあ、これ質問が2つ分かれてるんですけど、要するにその軽減が反映されるタイミングのギリギリはどこなんだ、締め切りはどこなんだっていう話なのかなっていうふうに思うんですね。例えば詠唱バーが消えた瞬間なのか、着弾したタイミングなのか、まあ、もしくはエフェクトが発生したタイミングなのか、どこの締め切りに合わせればいいんだっていう質問だと思うんですけど、まあ、実際ちょっと分かりづらいですよね、このゲームね。で、これに対しての回答としては、コンテンツによって違ってきますね。コンテンツとか、あとギミックによっても違ってきてます。なので、もちろん動画一本使って深く掘り下げて話そうかなとは思うんですけど、一旦の回答としては、コンテンツ、ギミックによって、その判定のタイミングとかが変わってきちゃうので、完璧を目指そうとすると、それこそツールを使って、どのタイミングにどの着弾が来るのか、みたいなのを把握しないといけないんですね。だから1枚の軽減で全体攻撃2回カバーできるとかっていうのはすごい素敵なんだけど、あんまりそこまで完璧は目指さずに80点を楽して取るっていうのが一番コスパがいい考え方なのかなっていうふうに思ってます。っていう叩き台の回答が先に置かせてもらって、動画はそのまま、話を深く掘り下げていこうかなっていうふうに思います。本当にすごいややこしい話なんですけど、同じボスでもギミックによってそのダメージの着弾がいつになるかとかわからないんですよね。本当に統一されてなくて。まあ、例えばすごい僕のあの主観の話なんですけど、全体攻撃っていうのは、まあ、その詠唱バーが消えるだと間に合ってないんですね、100%。これはもう 100% 間に合ってないんですよ。だいたい詠唱バーのこの辺りが、まあ、締め切りなのかなっていうことがすごい多いですね。ただ、タンクギミックとかになると、ちょっと遅れても間に合うんですよね。まあ、間に合わないこともあるんですけど、まあ、それは一回サーバーにデータを送って、反映されたデータが返ってきてっていうラグとかも含めて安定しないんでしょうけど、その、行月に入ってからの霊式で特にちょっと感じるんですよね。多分、短バフの仕様が今みたいに、その、プラス軽減が足されてるからだと思うんですけど、なんだろう、ジャスト軽減みたいな感じで、ニュアンスが足されたので、それに合わせてちょっと猶予を持たせるというか、バフを差し込むタイミングが分かりやすいようにタンク強攻撃の方は調整したのかなって思うんですけど、まあ、ちょっと逆に分かりづらいですよね。まあ、だからギミックによってばらけてきちゃうっていうと、まあ、全部ね覚えるのがいいっちゃいいんですけど、めんどくさいじゃないですか。であと、そうなった時に初見のコンテンツに触った時に応用が効かないので、もう脳死でこの全体攻撃、タンクギミックでも何でもそうですけど、軽減を入れる締め切りはもうここっていう風に決めちゃって大丈夫です。で、大体の人はこれで設定してるので、これ以降にタンク軽減、その詠唱バーが消えるギリギリに差し込んだ軽減とかもそうですけど、これ以降に差し込んだ軽減は全部無駄っていう風に捉えてもらっていいかなって思いますね。だから軽減時間が10秒とか 30% 軽減が4秒とかっていう風に時間いっぱい使いたいっていうのはわかるんですけど、まあ最初と最後は捨てちゃうのはもう正直仕方ないかなっていう割り切り方をしてますね。質問にもあったんですけど、攻撃が着弾するしないのタイミングでバフが消えてるみたいな、これって
軽減受け付けられてるんですかどうなんですかっていうのはあったと思うんですけど、もう正直そのくらいの時間のやつは当てにしないっていうのが、まあ、一番大事かなと思います。まあ、本当軽減できてたらラッキーくらいに思っとくってことですね。でもし時間いっぱい使いたいみたいな、最初の質問にもあった通り全体攻撃が2回あってどっちも軽減をさしたいっていう場合には、詠唱バー目安じゃなくて秒数目安に変えた方がいいですね。っていうのも、最初にゼロ着が綺麗にできてたら毎回同じようなスキル回しをするわけじゃないですか。バフの時間とかも毎回同じタイミングに焚くはずなので、そのバフの秒数とかを確認して、このタイミングでじゃあそのノーマーシーが15秒の時にリプライザルも合わせて焚こうとかっていう風な考え方をするのが、まあより完璧なのかなっていう風に思いますね。でまあ、もしくはそういう秒数を確認してもいいし、もしくはそのボスのモーションとかに合わせてもいいかなと思います。ボスが右手を上げた時、ボスが足を引いた時っていう風に目印をつけて軽減を焚くっていうのも、まあ結構有効なのかなっていう風なことが経験上あります。はい。まあ、ただ軽減を差し込む時、詠唱バーを基準にするなら、まあもう本当ここが締め切りだよっていうのですね。これが一番大事です。で、詠唱バーが消える瞬間までだったら間に合うっていうのは危険なので、それはもう本当 NG っていうとこだけ、抑えてくれたらまあいいんじゃないかなって思いますね。まあ今やってる人でもそうなんですけど、まあこれからどんどんまた遊び始める人が多いと思うので、まあもし縁があってこの動画見てくれた人には言いたいんですけど、詠唱バーが消えるまでが締め切りじゃないんですよね。ここまでに軽減を入れるのがいいです。ここが締め切りなので、はい。この動画を縁があって見てくれた人はここだけ覚えて帰ってください。はい。といった感じで今回の動画は以上になります。まあ、ちょっとマシュマロで匿名なので誰々宛てとかはできないんですけど、とりあえず質問くれた方ありがとうございました。はい。どなたでも質問あればこういった形で答えていければいいかなっていうふうに思うので、僕でよければ質問ぶつけてくれたら嬉しいです。っていった感じで今回の動画参考になったり面白かったらチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。動画をここまでご視聴いただきありがとうございます。洗濯物を干していきます。ご視聴ありがとうございました。また見かけた際はぜひ再生してください。よろしくお願いします。お疲れ様です。失礼します。